い、では次はですね、四角の2番発展期というところに入っていきます。先ほどは馬宿の、ね、聖徳太子の話をしましたけれども、聖徳太子というのはですね、あまり長生きがしないで死んでしまうわけですね。そして彼に協力していた蘇我氏が権力をバーッと握りまして、天皇家からしてみたら蘇我氏が邪魔で邪魔でしょうがなくなる、そんな状況になるわけです。でさらに蘇我氏は馬宿能の子供も殺害して己の権力をもっと広げようとする、そういうですね時代に対して、天皇家はあるクーデターを起こす。はい、それがいきましょうか、645年の6月ね。はい、一子の変と入ります。一子の変何でしょうか、ね、中野大江の王子、中野大江の王子が中富の鎌足りらの協力を得て蘇我の誰々を殺害し、お父さんの蘇我の誰々は自殺してしまう。はい、まず殺されるのがこれ有名ね、イルカね、イルカ、蘇我のイルカを殺害し、お父ちゃんの名前は蝦夷って書いて蝦夷氏、蘇我の蝦夷氏を、あ、自殺ですね、蘇我の蝦夷氏は自殺をしてしまう。こうして蘇我の本家、宗家と言いますけど、蘇我宗家は滅亡してしまう、ね、このクーデターを一子の変と言います。この一子の変によって邪魔者を取り除いた天皇家、自分たちが思う存分政治をやるようになります。はい、そして新しくなる天皇が高徳天皇という天皇ですね。中野大江の王子から見てみたらおじさんにあたる高徳天皇が、はい、今までの都から離れて大阪の浪速宮という場所に移して、都を移して政治を行おうとするんですね。さあその高徳天皇が新しい都を作って、よし俺はこんな政治を行うぞって言って意思表明をしたのがこの有名なお話、646年1月1日元日、はい、なんとかの御事のり、ね、これよく皆さんたちが知っている改新の御事のりというものになります。注意してほしいのがここ、646年って大化何年、ね、これ1じゃないんですね、大化2年です、2年ね、ここ忘れない、覚えておいてください。じゃあ改新の御事のりって何なのか、ね、少し書いてみました、話をしていきましょう。まず最初ここにあります、長いですね、いきますよ。その1に曰く、昔の天皇らの立てたまえる誰々の民、ところどころの何とかおよびことには、御身村寺友の宮津子国の宮津子村の帯との保てる何々の民、まだね、ところどころの何々をやめよ、よく出ますよこれね、はい、穴埋め問題です。確認していきましょうか。まず天皇、これポイントね、天皇が持っている民、はい、こしろの民、ところどころの三宅ね、天皇ときたらこしろの民、そして三宅、次いくよ、および今度は御身村氏、長いんだこれだーって、これいわゆる豪族ですね、豪族たちが持っているときたら、はい、ここ読めますか、柿部の民、そしてところどころの、はい、難しいね、田所をやめよう、もう一回言いますよね、豪族たちの所有している民のことを柿部、彼らの所有する土地のことを田所、こういうものをやめよう、否定するわけですね、
それぞれが好き勝手に民や土地を所有するんではなくて、一旦大和政権が管理しますよ、公のものにしますよ、ね、ここに入る漢字想像つきますか？漢字一文字ね、はい、これを公地公民の原則と言ったりします。はい、では続けます、読んできますね。その3人曰く、初めて何か何とかの法を作れ、ね、ズバリ穴埋めで3つ書いてみましたけど入るかね。初めて戸籍を作れ、さらには慶長を作れ、そして これはねよく知ってますね、判田収授の法を作れ。このようにだんだんといろんな法律で日本の中の民をきちっと統率していこうってことがわかります。戸籍って何かね、覚えておきましょう。6年ごと作成するものです。6がキーワード、はい、それに対して慶長は、はい、毎年作成しますね。そして皆さんよく知ってる判田収授の方ね、これに基づいてやったね、6歳以上の男女すべてに、はい、田んぼ支給、区分田って言ったね、はい、区分田の支給がこの法律によって決められました。とても大事な条文です。次ちょっと難しいです、いきましょう。その4に曰く、これですね、その4に曰く、元の絵付きをやめて他の見付きを行え、ことに個別の見付きを取れ。難しいな。要はここら辺、他の見付き、個別の見付き、何のことかっていうと税のことです。今までの古い税制をやめて新しい税制を作るんだよ、こういう意思表示をしています。で、これに基づいて皆さん学習した具体的な税が宗、用、徴、増用までいっぱいあるけどね、ああいうやつですね、はい、これによって決められました。以上、本当はまだまだいっぱいあるんですけども、こういうのが大化の改新と言いまして、これら一連の政治改革を、はい、最後これを大化の改新っていうわけなんですね。はい、よろしいでしょうか。以上ね、改新の御事のりというお話ですね。このようにですね、光徳天皇という天皇はやるぞ、俺はやるぞ、ね、いうふうに意思表示をしたものの、さっきお話をしたように都を変えちゃったんですね。それまでずっと続いていた奈良県飛鳥の地を離れて大阪に行ってみた。昔の大阪誰も人いませんよね。慣れ親しんだ古い伝統ある土地を捨てて誰もいないところに行こうとしないんですよ、昔の人間ってのはね。引っ越すんですか、誰もいませんよ、いやいや大丈夫だよ、新しくするんだから俺についてこいよって言ったものの、誰もついてけえへんね。えよって、光徳天皇はもう一人寂しくずっと浪速の宮で暮らすわけ。そんな失意の中、彼は早死にをしてしまうので、政治の権力は、はい、4番中野大江の王子に転がってくるんですね。彼の皇太子時代並びに、難しいかなこれ、小生時代、うん、まず皇太子、漢字わかりますかね、中野上の王子、後に天皇になるんだけど、天皇にならない、ね、段階の、まあ、人をですね、皇太子というんですけども、もう一回確認しときますよ。先の天皇光徳天皇が寂しく、一人寂しく死んじゃったわけだ。で、新しく天皇になったのが中野上の王子のお母さん、斉明天皇って言います。日本史好きな人知ってるよね。このお母さん天皇になるの2回目です。
2回目です。彼女は高徳天皇の前に天皇になっていました。その名前、皇玉って言うんですね。皇玉天皇だったお母さんは一子の変で責任を取って一旦辞めます。で、天皇の位を皇徳に譲ったが、彼が早死にしたので、お母さんもう一回頑張る。はい、このように2回天皇をやることをなんて言ったっけ、ね、はい、これを長祖って言いますね。長祖って言います。はい、皇太子時代は斉明天皇が長祖したんだ。こうやって覚えておく。もう一個、昭政時代。難しいね。昭政とは何か。自分のお母さん斉明天皇2回目なんです。さすがにもう高齢には勝てません。いいおばはんなんですね。残念ながら死んじゃうんです、お母さん。はい、斉明天皇が死んだけれども、中野上皇子はすぐに天皇にならないんですね。まあ、自分のお母さん死んだんで、それどころじゃないわけだ、悲しくてしょうがない、まあ、そういうこともあるでしょうしね。あとは、まあ、いろんなやりたいこともあるんで、とりあえず次に天皇になるよ、ね、中野上皇子は宣言するわけです。僕は天皇になるよ、でもちょっと待ってくれよ、何年間か、ね、そういうふうに実質的にはもう天皇に変わりないんですけれども、まだ正式に天皇になる儀式をやっていない段階を昭政って言うんです。はい、この昭政時代も含めて一つ大きな出来事が起こってしまうね。ずっと今話をしてきて、律令国家へ、中央集権へ、だんだん大和が一つにまとまり、そういう段階において大事な事件が起きてしまう。はい、行きましょう。660年、隣の朝鮮半島で大和と仲が良かった百済、ペグジェが滅んでしまう。滅ぶ前に百済軍は、頼むから日本助けてきてくれよ、救援をお願いする。よし、じゃあ行ってあげよう。中野上皇子が、当時斉明天皇も生きてましたけども、兵を出しますよ。そして兵を出して戦ったのが663年、あの有名な白村江白すきの江の戦いになるわけです。どっち方が知ってますか、ね、日本は残念ながら負けちゃったんですね。コテンパンにやられてしまいました。これやばいね。さっき話したように、隣の中国では統一国家が出来上がってる、朝鮮半島を飲み込んでる、今度は日本を攻め込むぞ、やばい。先んじて兵を出してみたけども、コテンパンにやられた。これはまずい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 。国内のこういった流れも大事だけれども、まずは今は国として国家存亡の危機なんだと、みんなで協力してね、協力しようよというですね、国家的な危機感が生まれるんです。まあ、雨降って地固まるなんてことわざもありますけどもね。はい、この敗れたことによって、日本というのが一つの連帯意識が生まれる。うん、これが一つ。もう一つ、それはそれで、じゃあ日本国内のこういったですね、新しい政治の仕組みを急がなきゃいけない、早くとにかく急いで天皇中心の国家を作ろう。で、それをやっぱり言っただけじゃダメだから、法律というものを作って、きちっとした枠組みを作り上げようじゃないか。はい、律令国家を早く作ろうっていう話になっていくんですね。はい、この流れぜひ覚えておいてください。はい、ではですね、いよいよ最後、3番寛政期というところに入っていきます。先ほどまでですね、政治の舞台で頑張ってきた中野上皇子、やっと天皇になる。その名前を天智天皇と言いますね。天皇になってからの彼の功績、全部で3つ覚えておきましょう。1点目、日本最初の領、最初、こういうの大事なのよ、最初。はい、と言われたら
近江領と言います。彼天智天皇は都を滋賀県の大津、昔でいう近江に移したので近江領ね、近江だから近江、覚えておきましょう。2点目、日本最初、またあれだよこれ、これ日本最初の本格的な戸籍なんでしょう。はい、庚午年籍、庚午年籍と言いますね。はい、このようなことをやりましたということです。さあ3点目なんですけれども、彼はね、実はですね、後継者争いに失敗してしまうんです。まだまだ少年、若い頃ですね、彼は自分の弟に対して、よく頑張ってきたな、じゃあ俺の天皇の位お前にあげるよ、早くから弟に対して明言してたわけです。弟嬉しいわけですね、あやった次俺だなんていう時に、晩年やっぱりですね、息子ができるといいんですね、親ってのは子供が可愛いもんだね。それまでの後継者をですね、くるっと立場変えちゃいまして、息子よ、お前が私の後継者だってことを言い出すわけです。面白くないのはこの弟、はい、ってことで息子と弟の骨肉の争いに発展してしまう。名前を整理しましょう。息子さん、大友の巫女と言います。弟、大天の巫女と言います、ね、この2人が争ったのがあの有名な672年、知ってるね、壬申の乱というわけです、ね、さあじゃあこの2人どっちが勝ったのか、ね、はい、残念ながら負けたのは息子さん、息子負けました。勝ったのは大天の巫女、こちらが勝利者です。まあ、花丸つけちゃう。はい、このようにですね、弟が勝利をして、次に天皇になっていく。それが次、丸の2番。はい、大天の巫女が後に、天武天皇となります。天武天皇はですね、まあ実は奥さんに恵まれまして、これだけのこと、夫婦2人で頑張ったということです。奥さんの名前を持統天皇と言います。一つお話をしておきましょうか。ある時ですね、奥さんの持統天皇が病に倒れてしまった。心配した旦那さんはですね、奥さんの病気が治るようにとあるお寺を作ったんだって。そのお寺の名前知ってますか？わかる？ね、薬師寺って言うんですよ。覚えておきましょうか。はい、まあ、こんな固い夫婦仲ですけれどもね、はい、まず旦那さんがやったこと、一つ目、豪族管理を再編成した、なんとかのカバネ。はい、答え、ヤクサ、濁っちゃダメよ、濁っちゃダメよ、ヤクサのカバネ。これ旦那さん天武がやったこと。横行きましょう。なんとか粘着の作成、粘着、粘着、また出ちゃった、これしかも漢字が似てる。はい、ここに入るのは高陰粘着、高陰粘着、これは奥さんの持統天皇がやったことね。さあ一番下、ここ二つ、この二つは夫婦で頑張った出来事です。旦那さんの天武が着手をして、奥さんが完成させてます。はい、こちらはちょっと長いね、アスカ、清見原領と言います。漢字ここ見て、ここ大丈夫、漢字間違いよくあるんだよね、こんな字書きますよ。飛鳥清見原領という領を作りました。最後、なんとか教の造営、
藤原京と入ります。ね、このように夫婦仲良く頑張った出来事、総括しますと、まあ、これなんかいい例ですけれどもね、ヤクサのカバネ、これまでの天皇と違って天武天皇というのは俺が一番だ、いいかお前ら豪族は下なんだよ、まあ、かっこよく言うとそういうヒエラルキーを作った。図にしてみると天皇がトップでその下にそれぞれ階級を設けて各豪族を並べていく、こういう階級による日本の国家を作り上げた、こういうのを今日の講義の最初でも出てきましたけれども、中央集権国家と言います。すなわち天武天皇持統天皇の段階において日本はようやく中央集権国家になったと結論付けることができます。はい、このようにですね、中央集権が完成して最後の最後の総仕上げに入っていきます。丸の3番ですけども、なんとか天皇誰なんだろうね、天武持統の孫です。孫、実は天武と持統の間には子供がいっぱいいたんですけども、まあいろんなことがありまして子供が早死にしちゃったりね、そんなところで特に持統からしてみたらもう孫のなんとか天皇に託すしかないわけなんですね。そもそも持統天皇が天皇になった理由っていうのはここ、文武天皇という天皇が立派に成人になって天皇になるまで私は頑張るよっていうワンポイントリリーフだったわけですね。よっておばあちゃんからしてみたらこの若い皇太子が天皇になってようやく自分はリタイアしたということなんです。はい、まあ、このようにですねおじいちゃんおばあちゃんの寵愛を一身に受けた、はい、文武天皇でいよいよ律令国家は完成しますよ。701年、はい、皆さんご存知の大宝律令の制定、もう一回言います。これで律令国家が完成したということになります。ちょっと今回では触れることができませんけれども、なんとか律令っていっぱいありました。ぜひね、表になっているもの多いですから各自でまとめ直しておくといいでしょう。以上、今回の講義はこれで終わりにします。